1月12日金曜日、全国のお天気をお伝えします。北日本や北陸では雨や雪が降りやすく、降り方が強まったり雷を伴う恐れがあります。能登半島地震の被災地では土砂災害の発生に警戒してください。北海道や東北北部では積雪の増加や吹雪による視界不良に注意が必要です。北日本から北陸にかけては寒気の影響で朝よりも夜の方が冷え込む見込みです。東から西日本は太平洋側を中心に晴れますが、一方日本海側や九州の東シナ海側ではにわか雨が心配されます。空模様の変化にお気をつけください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。